ラウンド戦ったんですが3ラウンド目の肘打ちがすごい印象的だったんですが、はい、あれはかかなり練習ししてきたんでしょうか前回の試合で肘あのマウント取って肘打っている時にこれ気持ちいいなと思って自分の中で武器にしたいなと思ったんで結構、肘は意識して練習してました。 ありがと、うございます。あとやはりフルラウンドを通して寝技の展開、かなり、はい、あの有利なポジションが続いていたと思うんですけれども、はい、そちらもかなりこう練習した成果が出せた。そうですね。ここ、本当、3、4ヶ月、あの MMA の練習をかなり多く積んできたので、まあ、打撃というよりも今回はこう総合的な部分であの、成長した姿を見せたいというのがテーマではあったんで、まあ、一応、そこはコントロールはできてよかったなと思ったんですけど、フィニッシュまで絶対決めたかったんで、そこは本当にすいませんって感じです。ありがとうございます。 それでは今回対戦,して対戦した中澤選手の戦った印象というのはそうですねあのバックチョークも最後の腕十字も自分の中では決まったと思ってたんですけどあの絶対タップしないぞっていう根性が、まあ、戦っている最中からもいろいろ話しかけられたりとかしている中でああすごい根性があってなんか戦ってよかったなと思える選手でした。自分があのチャンンピオだだっったた昔ののの団体の代表さんだったので あの、戦って、自分はここまで成長したんだぞっていう姿を、あの、実際戦って見せれたのが良かったなと思います。